こんにちは、いちごタルトです。今日はなんとキックナイフさんにやってきました。キックナイフさんといえばかほなんがコラボナイフを出していたり、そして世界的にも有名なナイフ削り職人のキックさんがいらっしゃるキックナイフさんです。今日はちょっとナイフを見させていただいてきます。今日はちょっとナイフのこと多分あんまり詳しくないので、いろいろお話をお聞きしたりしていきたいなと思います。こちらにですね、キックさんがいらっしゃいます。はい、こんにちは。今日はよろしくお願いします。こちらこそ。ね、はい、今ほらカホナが使ってるのこれね。あ、すごい。アイドルの結構大きいよ、持ってみ。ありがとうございます。あ、ずっしり。一回動画で使わせていただいて。あ、そうか。そうなんです。これじゃなくて、これはカホナ。そうですね。でね、タルちゃんはこんなようなやつの方が似合うかなと。可愛い。取っ手が。こっちはね、ちょっと分が作って、バトニングとかもいける。料理ももちろんいけるし、こっちはもう薄い。料理ぐらいしかいけんな。木を切るのがとかやってみる？ちょうどいいもん。カホナがやりたいやつ。ヘタスティックとか作るの苦手なんですけど。よく切れてやりやすいと思う。そうですね。ちっちゃくても重みがしっかりある。あれって少しぐらい叩けるし。あ、そうなんですね。結構厚めですもんね。じゃあ、いきます。おお、たくさんあった。あ、すごい。もうちょっと元の方でやった方がいいと思う。すごい。切れ味が。ヘタスティックがちょっと下手くそすぎて申し訳ない。先の方でやるとね、難しいよ。箸でさ、箸の先っぽの方でこんな長いので掴むと掴みにくいやん。それと同じことで近くで削ったもん削りやすい。こんな感じでやってみれば、あんまりやった方がいいけどヘタスティックね。おお、すごい綺麗。切れちゃった。切れ味がめっちゃいいですね。こうね、ここら辺でやればこれ。本当だ。下手くそで削りすぎちゃう。すごいね。もっとしっかり握って、そう思ってやったんだけど。すごい、本当に切れる。切れるもんで、慣れんうちはやみきかもしれんな。ちょっと慣れれば、切れた方が絶対いいよ。本当に切れる。いつももうなんかガッて入って、動かなくなっちゃったりするんですけど。それが全然なくて。本当に下手くそ。でもすごい切れ味はすごい。練習。はい。ありがとうございます。これはね、スーパーゴールドって、粉末粉を積層にしたやつね。だから模様もあるでしょ。はい。それ中にある材料の違いの模様な。これはもうそういうパターンをつけたやつね。おお、すごいかっこいいですよね。これは全部同じ均一の材料だけど、これ真ん中だけ硬い材料入ってる。ここよく見ると分かるけど、その部分が硬い材料。これは全部硬い。周りは柔らかいですか？そう、だから曲がるよ、力入れると。あ、そうなんですね。折れない、その代わりこの薄さでも丈夫。刃物の扱いに慣れてないので、そういうなんか慣れれば面白いよ。すごいですね。今ここに飾ってあるだけでもいろんな種類がありますよね。これほら、たまにお客さんが見に来てくれるやん。遠いとこからも来てくれるんで、その時に何も見せるものなかったらさ、せっかく来てもかわいそうで、これ一本大体出荷する時に1本だけここに新しいのを並べると買っててくれる。ここで。あ、そうそうなんですね。ここで買うこともできるんですね。ピカピカのもあれば模様がついてる。こういつもね、新しいのでどんどん入れ替わっていくよ。あ、そうなんですね。いつも同じものとは限らない。おお、何回も来たくなりますね。また来てください。はい、ありがとうございます。かっこいい男の人多いやつばっかりなのかなと思ったけど、可愛いのも。これなんかもこれ今すごい売れてるこれ。へえ。あとドアのほらバトニングとかね、ヤブ払いとかキャンパーがかなり入ってくる。へえ。これも新しいモデルね。これもよく売れる。これまた材料がちょっと違うやつ。へえ。この辺のはね、僕のデザインでアメリカの SOG って会社が作ってるやつ。だから裏に器具って入ってるよ。すごい、本当だ。かっこいい。量産モデル軽いよ。あ、本当だ。中はカーボン入ってる。へえ。これはなんかステンレスです。こういうタイプ。おお、すごい。一瞬で。こっちはちょっと重い。あ、本当だ。重いのは好きな人見る。全然しない。もうそれは人の好みですか。そうなんですね。ピカピカのナイフの好きな人もおるし、こういう汚いのが好きな人もいるし。好みによっていろんなナイフがあるから好きなのが見つかりますね。どれでも見てくれていいよ。ちょっとさせてもらいます。めっちゃ大きいし、持つとこがかっこいい。手入れるところがついてる。あ、こんな可愛いナイフまで。ちっちゃいけど切れ味すごそう。それウィリアム・ヘンリーですね。はい。アメリカのブランドなんやけど、プレートはうちで作ってる。あ、そうなんですね。すごい光ってるのもあるし。1本だけ作った。あ、そうなんですよ。光らすじゃなくて、ちょうどです。ああ、たまたま冗談で1本作ってみた。このなんかなんですか、墨汁みたいな模様はどうやってできてるんですか。エッチング。あ、うん、腐食っていうけどね、日本では。へえ、すごい不規則な感じで。うん、ピカピカのナイフはね、みんな作るよ。ああ、そうですね。だから俺は汚くっても存在感のあるのを作ろうと思った。存在感すごいです、本当。カホナンのナイフもちゃんと展示されてます。もうカホナンのナイフはだいぶ納期は先になっちゃうんですから、すごい人気ですね。カホナンのサインあるから、好きな方はぜひ。これはサインがあるの、これ一本だけね。あとのはもうサインなしね。もう一本一本お願いできるさ。世界で一本ですね。黄色いハンドルっていうのはね、はい、うちのさキャンプに持ってるとこう真っ黒くやん。これとそういうところに置いといたらね、見えんや。これでよく見えるようにこう金色いろいろ貼ってした。これでこの穴をね、木の枝にポッとこう引っ掛ける。うん、そうか。このギザギザは何ですか。これ滑り止め。こう持った時に、これハマグリバってね、普通の平らな針でもへこんだ方もないよね。こう丸みが出したのだからブレード自体は丈夫。刃の角度は普通のこういうナイフよりも鋭角になってる。強くてよく切れる。すごいシュッてしてますもんね。そういう削りになってるの。これ使ってみて。はい、いいんですか。ありがとうございます。なかなか量産のナイフしか持ってなくて、今までこれ全部手作りやね。この削るのもこんな板をこう全部削り出して、手で削るの、板からこうなるんですか。うん、それでなんかこういうふうには削れる。模様、この波みたいな模様も削り具合が変わるんですか。そうそう、変わってくるよ。だから綺麗に削ってやると、はい、これが綺麗にこう出てくるの。これ下手くそやとね、これにゃーっとしたりさ、はい、なんかなっちゃう。へえ。いいんですか、このナイフいただいて。ありがとうございます。キクナイフのキクさんね、こちらのナイフをいただきました。そう、これから日本一周、いろいろキャンプとかもたくさんするので、ボトニングとかにもいっぱい使っていきたいなと思います。あとお魚さばいたりもしたいなと思います。動画で出てくると思うので、皆さんぜひこのナイフ使うのも楽しみにしていてください。ということで、今回はキクナイフさんに遊びに来させていただきました。今回も最後まで見てくれてありがとう。